ナディア・アリはパキスタイ系アメリカ人のシンガーソングライター。アリは2001年に音楽ユニット EO のリートボーカルとして世に知られるようになり、そのデビューシングルラプチャーは全英シングルチャートで2位に入り、他にもいくつかの欧州のチャートでランクインした。2006年のイズイットラブはビルボードホットダンスクラブプレイチャートで1位になった。2005年に ソロ活動を始めて以降、アリはエレクトロニックダンスミュージックのボーカリストとなり、2009年にはソロとしてのデビューアルバム、エンバーズを発表した。同作からシングルカットした3曲は、ビルボード、ホットダンスクラブプレイチャートのトップ10に入り、特にラブストーリーは1位になった。2010年にアリは歌手キャリア10周年の記念として、リミックスコンピレーションアルバム、 クイーンオブクラブストリロジーを発表し、唯一のシングルカットとして再リリースされたラプチャーは今回も欧州でチャート上位に入った。2011年にスターキラーズ及びアレックス・ケンジと組んでリリースしたプレッシャーはクラブやフェスティバルの定番曲となりインターナショナルダンスミュージックアワードを受賞した。2012年にリリースしたマスト・ビー・イー・ザ・ラブでは BT 及び アーティとコラボレーションした。ナディア・アリは1980年にリビアのトリポリでパキスタン人の両親のもとに生まれた。一家は彼女が5歳の時にそこを離れニューヨークのクイーンズ地区で育った。アリは17歳の時にニューヨークのベルサーチで働き始めた。そして店の同僚が彼女を音楽プロデューサーのマークス・モーゼに紹介した。モーゼはドイツの とあるガールグループの楽曲でコラボレーションできる女性歌手を探しているところだった。結局二人はモーゼがプロデューサー、アリが作詞とボーカルを担当するという形で共同制作した。アリの最初の作品はシングルラプチャーでオーストラリア人のナイトクラブ講演者との出会いに基づいて30分で書き上げた曲だった。この曲のデモは2001年に ニューヨークのクラブツイロで流され、BBC ラジオ1の番組でデモを流した DJ のピートトンに早くから気に入られた。この曲は、その後、サーシャ、ダニー・テナグリア、サンダー・クライノンバーグといった有名 DJ らに気に入られ、夏の間に、イビサで頻繁に流されるようになった。この曲は2001年後半にミニストリー・オブ。 サウンドからシングルとしてリリースされて、商業的にも成功し、前衛シングルチャートとビルボードのホットダンス、クラブプレイチャートで2位に入り、欧州のいくつかの国でもチャートインした。アリが言うところでは、ラプチャーのヒットが EO の結成につながった。というのも、二人が当初取り組んでいたのは、ダンスミュージックとはおよそ異なるもので、ラプチャーのシングルを売り込むにあたり何か。 ユニット名を考えるように言われたからだ。当初はアリが作詞に使っていたソニー製のオートパソコンバイオにちなんでベイオという名をつけていた。二人は海外ツアーを回り、エイティー・ザ・エンド、ラナウェイ、スムーズ、キス、ユーといった何枚かのシングルを出した。2005年にはいい音して最初のスタジオアルバムポタカをリリースした。アリは ソロ活動に専念するため2005年に EO を脱退したが、モーゼはその後もありをボーカルとして EO 名義の作品のリリースを続けた。有名なものとしては、ビルボードのホットダンスクラブプレイチャートで全米1位になった2006年のシングル、Is It Love、2007年のリミックスアルバム、リコンストラクションタイム、The Best of EO Remixed、2011年のスタジオアルバム、 エグジット110がある。2006年、ボストンのアバロンにて、アリは EO を脱退して、すぐにソロデビューアルバムの制作に取り掛かったが、アルバム完成まで4年を要することになる。彼女の最初のソロ作品は、2006年のシングル、Foo i s Watching で、オランダの DJ アーミン・バン・ベウーレンとのコラボレーションによるものであり、彼のアルバム、シバーズに収録された。 2006年にリリースしたサムシングツールーズは歌手のロスコとのデュエットであり、ジョン・クリーマーステファン・ケイがプロデュースし、ウルトラレコードからリリースされた。この曲はロジャー・サン・チェイスのリリース・ユアセルフボリューム5に収録され、そのアルバムにはディープディッシュのシャーム・タイビーによるグローバル・アンダーグラウンドでのデビュー曲ドバイも収められている。2008年6月に彼女は、 後にリリースすることになるソロアルバムからの1枚目のシングルとしてクラッシュボムをリリースした。このシングルはクラブでの受けが良くビルボードのダンスクラブソングズチャートで6位に入った。2枚目のシングルラブストーリーはまだタイトル未定のアルバムからとして2009年2月にリリースされた。これは2009年4月にビルボードのホットダンスクラブプレイチャートで1位となり、 マイアミで毎年開かれるエレクトロニック音楽フェス、ウィンターミュージックコンファレンスにて2010インターナショナル、ダンスミュージックアワーズのベストプログレッシブ、ハウストラックにノミネートされた。アリは2009年3月に、米国の大手音楽メディアサイト、MTVEGI で特集され、そこで、ラプチャー、クラッシュボン、ラブストーリーのライブ映像が収録された。三枚目のシングル、 ファインプリントは2009年7月にリリースされた。このシングルは初のソロアルバムエンバーズに先立つものだとアリは発表した。ファインプリントはビルボードのホットダンスクラブプレイチャートで4位に入った。そして2009年9月にアルバムエンバーズがサルタンネド・シェパード、アレックス・セイズ、スコット・フリッツとの共同制作でアリ自身のレーベルスマイル・インベッドレコードから リリースされた。エンバーズは外して肯定的な評価を得、about.com のチェイス・グラーンは、印象的な楽曲を収めた、洗練され美味なアルバムとコメントした。ラケットマガジンのゲールなバローは、アリの曲作りについて、魅惑的なボーカルが混じり合った、感動的なサウンドというだけではない。彼女の曲作りには強く引きつけられるものがあると、称賛した。 アリはこのアルバムをリリースするにあたり、自らのレコードレーベルを立ち上げた理由として、曲作りに干渉されず、制作スケジュールを押し付けられることもないという点を挙げている。アリは2009年にコラボレーション作品を2点リリースした。一つは DJ とかディスコと組んだ、ベターランで彼のアルバムとか 128.0FM に収められた。もう一つはサージ・デバントと組んだ、 12ワイブスインテロンで彼のアルバムワンダラーに収められた。アリの2010年の最初のリリースはドイツのプロデューサーであるシラーと組んだトライで彼のアルバムアーテムロースのリードシングルとなりそのミュージックビデオは2010年2月に YouTube で公開された。2010年4月にアリはエンバーズからの4枚目のシングルとなるファンタジーをリリースした。この曲は アリのフェイスブックで行われたファン投票でシングルに選ばれた。ミュージックビデオにはモーガンページによるリミックスが使われ、アリの次のプロジェクト、クイーン・オブ・クラブストリロジー、ザ・ベスト・オブ・ナディア・アリリミックスドの前振りという形になっている。三部作はそれぞれ、ルビーエディション、オニキス・エディション、ダイヤモンド・エディションとしてリリースされた。これは、アーミン・バン・ビューレン、ガレス・エメリ、 アビーチーなどの著名な DJ やプロデューサーらとコレボレーションしリミックスされたものである。MTV はありの10年にわたるキャリアをもって彼女は EDM の不動の女帝の一人であり、クラブの女王三部作は実にふさわしいタイトルと評した。彼女はダンスミュージックの決定的で手堅いボーカルとして著名であり、その分野に恵みをもたらし、 カツを入れたと言われている。アリは様々な DJ やプロデューサーからコラボレーションを持ちかけられる存在になっている。男性アーティストと DJ が主役で、ボーカリストが脇役に過ぎなかったジャンルにおいて名声を得たことで彼女は評価されている。このことについてアリ自身は DJ と対等の立場に立つことであり、諸刃の剣だと述べている。2010年12月、 モーガン・ページのリミックスによるファンタジーがグラミー賞のベストリミックスドレコーディングノン・クラシカル部門にノミネートされたことで彼女は初めてグラミー賞候補になった。トリスタン・ガーナ、ガレス・エメリ、アビーチーのリミックスでクラブの女王三部作に収められたいいおでの初シングルラプチャーはシングルとして再リリースされた。 このリミックスのために作られた新しいミュージックビデオは、クラブの女王というテーマに基づいて撮影され、2011年1月24日に公開された。この曲は、ルーマニアのヒットチャート、ロマニアントップ100で3位に入り、欧州の他の国々でもチャートインした。2011年、ポーランドの EDM イベントアーミンオンリーにて2010年を通して、 DJ やプロデューサーらとアリとのコラボレーション作品がリリースされた。例として、複数のコンピレーションアルバムに収められた、ドレズデンジョンストンとのコラボレーション、ザット・デイのリミックス、スイスのデュオのクリス・リースとコラボレーションし7月13日にリリースされた、ザ・ノーティスがある。また、アーミン・バン・ビューレンがその4枚目のアルバム、ミラージュに収めた曲、 フィールズ・ソグッドにもアリは参加している。それはアルバムからの5枚目のシングルとしてリリースされ、第27回インターナショナルダンス・ミュージック・アワーズでベストトランストラックに投票で選ばれた。2011年にアリは、複数の DJ やプロデューサーとのコレボレーション作品のリリースを発表した。まず、デュオのサルタンネド・シェパドとコレボレーションした、コール・マイ・ネームで、 ハーレムレコードから2月9日にリリースされた。この曲はクラブで好評を得て、ビルボードのホットダンスクラブプレイチャートで5位になった。スターキラーズ、アレックス・ケンジとコラボレーションした、プレッシャーは2月15日にスピニングレコードからリリースされた。アレッソがリミックスした、プレッシャーは、クラブやフェスティバルの定番曲となり、アーミン・バン・ビューレン、TS とスウェディッシュハウス・マフィア、 カルビン・ハリスなどの有名 DJ から支持され、第27回インターナショナルダンス・ミュージック・アワーズでベストプログレッシブ・ハウストラックに投票で選ばれた。4月にアリをボーカルとした EO のスタジオアルバムエグジット110がリリースされた。5月23日にアレックス・セイズとコラボレーションしたフリーツーゴーが z o o レ Recordings からリリースされた。アリは サンダーバンドーンの2枚目のスタジオアルバムエレベイ11のローリング・ザ・ディセでバンドーン、シドニー・サムスンと共演した。ついでドイツのデュオのスペンサーヒルとコラボレーションしたビリーブ・イットを10月3日にウォールレコーディングスからリリースした。そしてスター・キラーズと再びコラボレーションしたシングルキープ・イット・カミングを12月26日にスピニング。 レコードからリリースした。2011年、ワシントンのジョセフィー・エヌ・スにて2010年2月の時点で、アリは2枚目のスタジオアルバム制作に取り組み始めていた。アルバムからのリードシングル、When It Rains のミュージックビデオは2011年8月に YouTube のチャンネルで公開された。2012年5月にアリは26年間住んだニューヨークから変化を求めて、 ロサンゼルスに転居したと公表した。2012年の最初のリリースは This is Your Life でスイスの DJEDX のアルバム On the Edge からの4枚目のシングルとなった。ついで、モーガン・ページとコラボレーションしたキャリー目を彼の3枚目のスタジオアルバム In ザ h e からの4枚目のシングルとしてリリースした。さらに Must Be The Love を BT の9枚目のスタジオアルバム A Song Across Wires のリードシングルとして BT、アーティ、アリの共作でリリースした。2012年にアリは次のアルバムとしてフェニックスを予告したが2015年の時点でまだリリースに至っていない。2012年に彼女は婚約を公表し2013年10月に結婚した。2014年1月に彼女は ポリスの曲、ロクサーノのアコースティック風カバーをフリーダウンロードとしてリリースした。2015年9月にはパンとコラボレーションし、2011年以降久しぶりにリードアーティストとしてシングルオールインマイヘッドをリリースした。アリはおそらくその特徴的な歌声と歌唱力で最も知られていると言える。モボのリーマクマリジャデジャは彼女の作品を 多幸感と憂鬱感を見事に包み込んだアリの特徴的な音楽スタイルは詩的なエレクトロニカに愛武されソウルミュージックに力づけられた東洋的な神秘さが感じられると表現している。エンバーズの曲はマドンナの前世紀の作品とスティービー・ニックスの現代的再解釈になぞらえられる。ビルボード氏は彼女の歌声をそれ自身が とても生き生きしたものを持っていると称賛している。アリは幅広いジャンルのアーティストから影響を受けてきており、アリ自身は東洋系の出事とクイーンズ区で育ったことが大きいと述べている。最も影響を受けたものとして、オルタナティブ、ホークそしてパキスタンの音楽を挙げている。また、ボーカルと作曲に影響を受けたものとして、スティービー・ニックス、ヌスラト・ファテー・アリー・ハーン、マドンナ、 シャーデー、ボノを挙げている。彼女のデビューアルバムは、エレクトロニカ、アコースティック、中東音楽の根高と言われている。彼女は、その作曲の手腕でも評価されており、日常の個人的体験を描写したその曲は、聴く者の心の金線に強く触れるものである。スタジオアルバムコンピレーションアルバムリードアーティストとして、フィーチャードアーティストとして以下は、 シングルでなく、かつありのアルバムに収録されていない。以下は、ありが作曲し、ありのスタジオアルバムに収録されておらず、他のアーティストにのみ演じられた曲である。ありがとうございます。